都市赤塚一丁目にある東日本旅客鉄道場番線の駅である。事務官コードは十二万千百十四。昼間時間帯を除いて、友部駅から乗り入れる水戸線の列車も停車する。当駅は水戸市の西部に位置し、茨城県庁の最寄り駅である。かつては茨城交通茨城線の起点駅であり、葛村まで結ばれていたが、一九百七十一年二月十一日に、 廃止された。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅である。2.3番線ホームには、スイカ専用のグリーン券売機がある。2番線は、上下両用の対比線で、下り一本、上り三本が使用する。上りの朝四本と夜時間帯の時は号が当駅に停車する。橋上駅舎を備える。 改札口は一箇所で南北自由通路により北口、南口に連絡している。改札口横に改札内外どちらからも利用できるキオスクが置かれている。北口は小さなデッキになっており、再開発ビルや水戸市への駐車場、駐輪場と接続している。駅舎改築に合わせてバリアフリー対応がなされ、地上と改札会館、改札外とホーム館とすべてに、 エレベーターが利用できる。JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、友部駅が管理する。緑の窓口、スイカ対応自動改札機、指定席券売機が設置されている。なお、下り列車も2番線へ入線できるが、2021年3月現在、下りの2番線発着列車は存在しない。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は4690人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。2019年4月に南口乗り場が再編された。特急、時和の隣の停車駅は列車記事を参照。ありがとうございます。